はい、はい、それでは多分この動画が上がこの動画が上がってる頃にはデッキシースが終わってる頃なんですけど、予約投稿しております。デッキシース用のゴエモンキループです。はい、ですね、デッキシースってあの15分制限で、あのゴエモンキーみたいなその召喚を経由するループの場合はループの省略が認められません。なので、15分っていうクソみたいな制限時間の間で勝つ必要があるんですね。でそのため、従来のララバイ採用型から、ジョリーに変更させてもらいました。でなんでジョリーに変更したおかげでですね、あのループ時間が大幅に短くなりまして、あと楽、覚えることが少ないと。なんで、初めて猿握る方はすごくおすすめです。なんでとりあえずこれ作ってもらって、そっから自分のオリジナリティを積んでもらうって形が一番いいかなと思います。じゃあ構築紹介です。まあとりあえず公式化見ての通りなんですけど、特徴的なところをいくつか言っていきます。まず、まあ、トレジャーマップを2にして、未来設計図が4の理由。まあこれは正直、正直その初手従来もともとジャスミンが入ってたけど、はい、まあ、ジャスミンがないから1で動いても2で動いても変わらない。そうそう、変わらんし、変わらんし、その受け札が忍者だから、まあ、縦からこれが来た時にも持ってこれるよってことで、うん、まあ、2、4の方が多分動きやすい。で、まあそうだね、まあ、基本的にまあ、こいつ多分最優先だな、うん、で、こいつがあればこいつは、おちゃっぴとか、ジャックとか、ナムダイエットかな、2、3、5で最速流化を目指すのがベストです、はい。次、おちゃっぴ3ですね。4ではない。4ではない。まあ枠的な問題。なるほど、まあ、2の人もいるんだけど、そのジョリー積んでる分、そのなんていうか、動画見てもらったら分かると思うんですけど、そのタップされたジョリーをですね、一旦バロンゴーヤの効果で墓地に落として、その後にオチャッピーで再びマナに置くっていうムーブをしないといけないんですよ。それもあるし、まあ普通にほら武装が達成しないから、こっちだと、はいはいはい、その先に置いちゃったら、そういう時に2マナでこいつで動いて、3マナでオチャッピーで、まあ、落とした使った設計図を持ってくる。なるほど、まあ、普通に武装達成できるなら、まあ、こっちで釣ってくるのは、まあ、ナムダイットの方が元々汎用性が高いんで。なるほどなるほど、まあ、なんで多少、まあ、変な色事故も一応ケアは可能と。で、ダイエットの方が3、まあ、これは特にないかな、普通ですね。でカブラニなのは、結局どこに落ちてようとオーロラで引っ張ってこれますし、最低限のループパーツって感じ、うん、別に3つの人もないということで、で3マットが4、まあ強いよね。一応3って言ってもあるっちゃあるんだけど、できれば4の方がいいですね。これは3マットサマトはね、あの上手い人はね、4の方がいいって言った。なるほど。じゃあ4です。で、次が夏か。夏はもう個人のあれで分かりますね。僕は4推奨派なんですけど、ケシが3推奨派らしくて。はい。理由として、何かあります？まあ、枠かな。まあ、お茶ナムダイエット、夏で、まあ、333が一番。まあサーチカードも多いし、結構引いてるみたいな、そう、ね、何でもかんでもポンポン出していいカードじゃないから。なるほど、そうだね。あんまり4積んだところで結局置いちゃうからね。はい、隣アラゴト結び3ですね。従来のゴエモンキーが確か2だったよね。確定ですもん。今回の場合はですね、ちょっとアラゴト結びいろいろ経由しないと何も始まらないので、2では足りないということで、あの2枚欲しいんですよ、ループするのに。なんで、1枚縦に落ちてもいいように、3ということで。はい、はい、次マリアンは4、はい、これはもう特に言うことないですね。で隣のバロンゴヤマが3、バロンゴヤマは正直めっちゃ強いですね。いかれてます。ズルやんね、うん、何でもできるからね。反則だからね。アジもうカブラも持ってこれる、フィーバーナッツ持ってこれる、結び持ってこれるだからね、バゲモンですよこいつは。まあ文句なしということで、まあ、逆になんで4じゃないよって言われたらちょっとあれなんですけど、まあでも正直5コスのカードなんで、そんなに4枚積んでもしゃあないっていう感じですね。まあ持ってこれるからね、最後ね。うん、それね。で、ジャベルが1。これはまあ、あれですね。まあなんだかんだ使える。まあ、なくてもいいです。これはあれです。正直なくてもいいです。失敗しないようにいろいろケアできるんですよ。ジャーベルがあることによって、そのいろいろケアできますし、自分のプレミもワンチャンケアできるんですよ、ジャーベル先生のおかげで。まあ普通に参考性としても強いですしね。まあこの辺はあれですね、各自調整って感じになります。まあとりあえず作ってもらっていらないと思ってくれれば抜いちゃっても構わないとは思います。
はい、ただまあ正直使ってたら普通に強いカードなんで、トップで引かれるとハッてなるカードの一つなんで全然見えて OK なやつです。隣、まあ、逆転のオーロラですね。これは縦落ち系カードです。別に2積む必要もないので1、ブサマル、ライデン、まあ、こいつらはあの、まあ、ブサマルはともかくライデン積みすぎると色地を起こすので最低限1、でジョリーですね、まあ、こいつは別に2積む必要もないので1、ゴエモキは電動なので1ですね。超次元の方が、まあ、オーロバザワールドと、ウルブッカ、あとジャンヌ・ミセルですね。ジャンヌ・ミセルの方なんですけど、もう一個、あの、なんだっけ、それ、ウローベリアか。はい、まあ、こっちの選択なんですけど、まあ、ウローベリアはマリニャンにつけると、そのままブロッカーとして活躍できるんですけど、ジャンヌの方はですね、あの、流解した方がめちゃめちゃ強くてですね、ブロックした時、なんだっけ。アタック、ブロック、離れた時。そう、アタックした時、ブロックした時、離れた時、相手のクリーチャー1体止めることができます。なので、流解した時の強さが段違いでこっちの方が強いんですね。で、しかもこの時、あの、ベイビージャック使用しますので、マリニャンにつけたこの、あれですね、ジャンヌダルクを、ジャンヌミゼル？はい、ジャンヌミゼルをつけたマリニャンを、まあ、ベビージャックの効果で、まあ、あれですね、タップしながら、なんかトレマとか、あと未来石像が唱えてもらえれば、短所料理にそのままジャンヌ君裏返るんで。これ強いな。そうですね、裏返った時の効果がめちゃめちゃ強いと。で、その、もともとその、そっち、なんだっけ。はい。ウロベリア入れてたんですけど、ウロベリアじゃほとんど止めれないので、まあ、ジャンヌの方が圧倒的に強いということで、ジャンヌに変更させてもらいました。まあ、ここもちょっと各自に回してみてくださいお願いします。基本的に、オーロラ、さえあれば、例えばジョリーとゴエモンキーが落ちてもいいんだけど、オーロラプラスなんか、例えばオーロラプラスゴエモンキーだったり、オーロラプラスサマート2枚とか落ちたら、まあって感じやな。まあオーロラプラスゴエモンキーの落ちたのサマート P とか一緒ですからね。そうだね。まあここはもうあれですね、殿堂入りした障害の一つなんで仕方ないと割り切ってください。結構でも回してる、承認2つとも縦に落ちる確率なんかそうそうないんで、はい、20回回して1回ぐらいなんで多分、まあそんなに、まあ、割り切れるあれではあるし考えなくていいかなと思います。はい、以上かな。とりあえず皆さん、ぜひ作ってみてください。いろいろ対面させてますけど割と勝てます。ゴエモンキー連動とは一体あんま変わってないからね、強さ強さほぼ変わらずっていう、ね、頭がおかしい。3万かけないとダメだよ。ただあれだよね、野菜に浮気をしたっていう、ただそれだけの。まあまあまあ、いろいろ入るルートとかはあるから、そうですね、各自練習してもらってもいいし。そうですね、紹介してもいい。はい、以上です、お疲れ様でした。